こんなはずじゃなかったのにな。みんなに応援してもらって笑っていけると思ってたんだ。頑張ってたのにな。 もう頑張るのやめろよ。聞いたんだ。全部。全部。そっか。知ってるんだ。 ごめん。ほら、その、俺いろいろ言っちゃったろ。早くシン倒そうとか、ザナルカンド行こうとか、ユーナがどうなるかも知らないでさ、なんつうか、嫌な思いさせたかなって。 悪かった。そんなことない。楽しかった。ああ。ああ。 あのさ、思い切ってやめちゃおう。頑張ること？うん。旅、神とか召喚師とか、そういうの忘れてさ、普通っつうか、 地味に暮らすのも悪くないって。いいかもね。でもみんなびっくりするよね。うん、大丈夫。リュックは賛成してくれる。 ルルートは悪かも何とか何だろう。決まりも分かってくれると思う。アーロンさんは。任しとけって。俺が話つける。ああ、スピラノじゃなくて、俺んち。ああ、ほら、あの飛空艇借りてさ、みんなも連れてこう。で、俺んちでパーってやるんだ。 私、ブリッツみたいな。うん。君のザナルカンドエブスだよ。おお。真夜中のスタジアムでみんなで応援するんだ。喉枯れるくらい叫んで思いっきり騒ぎたい。うん、了解っす。ねえ、試合終わったら？ん？それは遊びに行くさ。真夜中に？<笑>大丈夫。ザナルカンドは眠らない。 夜明け前に海を見に行こう。街の火が一つずつ消えて、星も消えて、代わりに水平線がパーって明るくなってく。
バラ色って言うんだろうな。海と空と街も全部染まる。綺麗なんだ。すごく。ユーナにも見せたい。連れてくって、一緒に行こうよ。できないよ。できないんだよ。旅続けるよ。うん。やめちゃったらね。どこで何をしていてもきっとつらい。君と一緒にいても私きっと笑えない。俺も行くから。え？ガードだからな。もしかして首？最後までお願いします。最後じゃなくてずっと。
ありがとう。ね、先にみんなのところへ戻る？